命が尽きるその日まで。伝説の舞台、放浪記の主演にこだわった。国民的女優の森光子さん。旅立った後に分かった衝撃の遺産の行方や、結婚や子供がいたのかなど、気になって調べてみることに。本名は村上光。1920年5月9日生まれ。2012年11月10日逝去。身長は153センチ、血液型 B 型。京都府京都市の出身。最終学歴は京都府立第一高等女学校を中退。芸能生活75年。舞台やドラマにとどまらず、バラエティ番組やワイドショーの司会にと、マルチな活躍を見せた森さん。中でも、ライフワークの放浪記で、2017回の公演を達成という金字塔で、現役俳優として初の国民栄誉賞を受賞しています。森さんが41歳にして、ようやく手にした主演が、でんぐり返しで有名な放浪記の舞台だといいます。そんな森さんの女優としてのスタートは、喜劇の脇役俳優としてだったというのも、その苦労をうかがわせるものがあります。さて、森さんの生い立ちですが、母親は祇園の芸妓で、父親は紡績会社社長の御曹司で、学生時代に一緒になりますが、親族の反対にあって、森さんは婚外子として育ったのです。母親の実家は京都の木屋町で、割烹旅館を経営していましたが倒産。その上、13歳の時には相次いで、肺結核で両親を失うという、まるで悲劇のヒロインのような生い立ちでした。森さん自身も丈夫な方ではなく、20歳代に結核にかかって生死の境をさまよい、学生時代の同級生の医師の助けで、当時は高価なストレプトマイシンを、臨床研究という名目で打ってもらって、九死に一生を得ています。40歳代には乳がんを克服。最後の3年はパーキンソン病に悩まされています。ちなみに、美白で有名だった森さんですが、実は、ある病気の影響だったそうです。それは、尋常性白斑病の症状によるもので、メラニン色素が異常に働き、皮膚が真っ白になる病気なのだそうです。あのマイケル・ジャクソンも同じ病気でした。毎日、朝と夜に75回のスクワットや、エアロバイクを漕いでいたのも、そんなことがあったからかもしれませんね。ところで森さんは結婚していたのでしょうか。結論は、2度の結婚歴があったのです。戦争中は、陸軍の満州慰問団に歌手として参加して、終戦後は、生活のために女優活動だけでなく、進駐軍キャンプでジャズを歌っていたそうです。そして、1947年に最初の結婚をします。日系2世の軍属のリチャード・上村さんと、神戸のアメリカ領事館で結婚した森さん。その時、夫が1週間後にハワイに帰ることは、すでに決まっていたものの、芸能界に未練があった森さんは、日本に留まることを決意し、結婚生活は終わってしまいます。森さんは結婚した理由について、アメリカ製ストッキングや缶詰などに、目がくらんで結婚するくらい、物資がなかったからと後に語っています。二人目の夫は、テレビ演出家の岡本義彦さんで、結婚の2年後に放浪記が始まると、多忙を極めるようになった森さん。夫は妻を思うがゆえに、仕事を減らすよう忠告しますが、どうしても仕事を断れず、またしても、3年半で結婚生活は破綻。自らを結婚の落第生と呼び、それ以降は、女優一筋を誓った森さんですが、後に、妻子ある男性との幾度かの不倫の末に、相手が急逝してしまったこともあったと聞きます。そんな波乱万丈な私生活とは裏腹に、仕事は引っ張りだこになってゆきます。1958年には、東宝と契約して上京。1960年の舞台、ガシンタレで、
脇役の林芙美子の役が認められ、思いもよらない転機を呼びます。劇作家が、主人公が林芙美子の脚本を書いて、その役に森さんを抜擢したのが、放浪記だったといいます。当初は数回で終わると思っていた森さん。まさか、2017回も上演するとは、夢にも思ってなかったでしょう。1962年に、過労から急性肺炎となった時にも、舞台で死んでも、この役を渡したくないと、一度も休演することはなかった森さん。凄まじい女優魂ですよね。1970年の連ドラ「時間ですよ」でのおかみ役で、一躍お茶の間でもブレイクすると、お母さん女優としての地位を確立。70年代にはワイドショー「3時のあなた」など司会者としても活躍したりと、マルチな活躍を見せていましたが、晩年はその姿をテレビで見ることも減り、2010年2月26日、放浪記の公演中止という苦渋の決断を余儀なくされた森さん。以降、ついに復帰はかなわず、2012年11月10日、肺炎による心不全で92歳での旅立ちも、密葬を終えた3日後に知ることとなります。後に分かったことは、森さんは2010年の秋以降は、入退院を繰り返していたそうです。最後は、眠るように旅立ったその枕元には、生涯をかけてきた放浪記の台本があったそうです。芸能界のお母さんとも、ジャニタレの母とも言われた森さん。中でも有名なのはやはり、少年隊の東山紀之さんとの関係でしょう。実際に交流が始まったのは、1986年の紅白歌合戦がきっかけだそうです。若旦那と森さんが呼んでいたほどの親密さに、交際疑惑も浮上したほどでした。2010年に木村佳乃さんと結婚した際には、森さんは花婿の母の気分だと言いつつも、なんそ友達以上、恋人未満と言って、ショックを隠しきれなかったと言います。男運に恵まれなかった分、東山さんとのプラトニックラブは、心の支えとなっていたのかもしれません。また、森さんの訃報の後で、東山さんが養子縁組していたとか、相当な金額の遺産が譲られると噂されましたが、逆の噂もあって、実は森さんが晩年に、年間数百万円の医療費がかかっていたらしく、貯金を取り崩していたとも言われ、さらに不動産を売却しても、実際に残った額は、せいぜい、数千万円程度だったとも言われています。ただ森さんほどの大女優が、いくら医療費がかさんだからといって、経済的に苦しかったというのは、違和感があって、調べてみると、驚愕の情報が見つかりました。それは、消えた20億円の遺産と言われる話。大人気ドラマの、綿鬼の演出家の石井福子さんが、ある女優からの相談だという話として、その女優さんが、身辺整理のため通帳を見たら、全く貯金がなくて驚いたそうです。親族に経理を任せっきりだったそうで、結局、都内の自宅を担保にお金を借り、準備を済ませて旅立ったらしく、しかも、あったはずの20億円の遺産の行方は、わからずじまいだったそうです。本当に森さんの話だとしたら悲しすぎます。二度の結婚をするも子供はおらず、天涯孤独だった森さんですが、子供は相当に欲しかったのでしょう。長年の親友の若き日の黒柳徹子さんに、ある時こんな相談をされたそうです。徹子ちゃん、子供産まない？と、そんなことを言った理由は、徹子ちゃんの子供はきっと面白いに違いない、と返してきたそうですが、でも、それはきっと照れ隠しだったのでしょう。余談ですが、黒柳さんがニューヨークに留学していた時に、森さんから手紙が届いたのだとか、そこには大きな字で、お小遣い困っていませんか？いつでも送ります。
それを見た黒柳さんは、こんないい人、芸能界にいるんだ。私、ちょっと泣きました。優しいって。そう言って、早く会いたいとも言っていた黒柳さん。そんな森さんからのファックスで届いた最後の言葉は、あなたとお食事に行きたいから、リハビリしていますだったそうです。いかがでしたでしょうか。あなたはどう思いますか。ハートがこもった演技の根底には、愛情への執着があったのかもしれませんね。我らが日本のお母さん、どうか安らかに。